今夜もハーレーの時間がやってまいりました。ということでですね、今日お送りするのはハーレーで壊れやすいとこベスト3ということでやっていきたいと思います。はい、まあベスト3ということでね、まあ、1、2、3位ってね、順位つけたわけではないんですけれども、まあ、ちょっと壊れやすいところをね、今日はね、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、でね、今ね、ついてる皆さんのね、オートバイっていうのは、コンピューターの制御になってるので、壊れづらくはなってはいるんですけれども、でもやっぱり、動いてるもの、動きのあるものですよね。で、今回ご紹介するのも結構その動かすところです。で、やっぱり車でも、オートバイでも、やっぱり故障というのはやっぱり付き物ですよね。で、その辺をね、どうやってまあ直していくかっていうのを我々に任せていただくんですけれども、まあその中でね、よく壊れやすいところね、ベスト3っていうのをね、こちらで紹介させていただきたいと思います。だから今日この動画ね、見た後に、ご自分のね、ハーレーが、ちょっと大丈夫かなっていうのね、ちょっと一回確認していただければと思いますので、ちょっとね、今日ね、最後までね、ご参考程度にね、見ていただければ。で、ね、ナンバーワン、クラッチスイッチということなんですけれども、まあ、クラッチスイッチっていうのはですね、ちょっとね、わかりづらいんですけれども、クラッチレバーね、クラッチレバーを握るね、この中に入ってるんですよ。はい、ちょっと見えないですね。ちょっと今物を持ってきますね。はい、こちらですね。これがね、クラッチスイッチです。で、これね、はい。でね、これがね、クラッチを握ると押されるようになってますね。これでクラッチが、切れるっていうことを確認できるんですけども。じゃあ、これがね、壊れてしまうとどうなってしまうのかっていうことなんですけども、今ね、クラッチインターンロックっていうのがね、入ってます。はい。で、どういうことかっていうと、エンジンを切るときにニュートラルにしないでシフト入れたままね、切られる方もいらっしゃると思うんですよ。で、そういう方が次じゃエンジンかけるときに、やっぱクラッチ握って、エンジンかけますよね。はい。そうしないとエンジンかからないと思うんですよ。それがインターンロックっていうんですけども、それがね、効かなくなってしまうんですよね。はい。もう一回言いますと、エンジンかけるときってニュートラルか、それからクラッチ握ってなんですけども、握ってもこれが反応してくれないので、エンジンかからないです。はい。なので、これ壊れてしまうとね、ちょっとね、結構ね、そういうのが効かなくなってしまうので、ちょっとね、気をつけてくださいね。ということなんです。はい。でね、なんでじゃあこれ壊れるのっていうことなんですけれども、はい。でね、今ね、これご紹介したように、この部分がね、こうやって、一回一回ね、動くんですよ、クラッチ握ると。はい。で、やっぱりね、皆さんクラッチ何回も握りますよね、当たり前ですけど。はい。で、やっぱり、まあ、結構ね、距離走ってる車両だと、もう何万回もこれ握ってね、押してってやるとね、やっぱりこれ動くわけですよ、何回も何回も。そうするとやっぱりこれどうしてもね、ここの部分がね、破損してしまったりですとかね、これ、スイッチ壊れてしまうんですよね。あとね、そういう原因もあるんですけど、あとね、もう一個あるのはね、あなたね、これ、自分でレバー交換しますよね、これ。ね。自分でこう無理くり抜いて、これ壊しちゃうんで、入れようと思って無理くり入れるから、これバキッと壊しちゃうんですよ、これ。ね。もうそこのあなたですよ、もう本当に。もういつもこれで自分でやって、すいません、これなんか効かないんですけど、とか言われるんですけど、壊しちゃってるんです、それでね。はい。もう今ね、猫撫でてるでしょ、そうやってね。もうあなたですよ、本当にね。それで壊しちゃうっていうケースがあります。なので、これまあね、どうやってじゃあつけるのっていうのをつけ方今教えないですけども、まあ、そうやって壊れてしまうということですね。ということでね、一つ目はね、こちら、クラッチスイッチですね。こちらですね。はい、ご紹介させていきます。はい。じゃあ、二つ目いきますね。はい。じゃあ、二つ目すみません。二つ目はですね、ホイールベアリング。はい。こちらも結構ね、故障されるという方がいる。で、すみません。こちらですね。ちょっとね、これもね、一応見えるは見えるんですけども、ホイールですね。はい。で、ホイールの両サイドに入っていて、アクスルシャフトと、ホイールですね。これを繋いでるのがこちらのホイールベアリングになります。はい。こちらですね。はい。これが壊れてしまう。じゃあ、これがね、破損してしまうとどうなるかっていうんですけども、まずね、ハンドルはね、結構ね、右に曲がってないのに勝手に右に寄ったりですとか、左に曲がったりですとか、そういう現象が起きてきます。はい。これが壊れてしまうと。あとね、一番のね、この壊れた時のね、わかりやすいね、例とするとね、異音がするんですよね。これが常に回ってるものですから、やっぱり異音がしてきます。ブルブルブルではなく、ゴーって音するんですね。ゴー、ゴルゴサティンじゃないけど、ゴーって音するんですね。はい。こういう音が出てきます。はい。それがもう全部壊れてるってことですね。じゃあなんでこれがね、壊れてしまうのっていうと、やっぱりこう重量を支えてるところでもありますし、かなり熱も持ちます。はい。なので、あとね、潤滑不足になったりとかすると、やっぱりどうしてもこれ壊れてしまうんですね。はい。で、ご自分でね、メンテナンスすることは無理なんですけれども、やっぱりね、我々の方に定期的にメンテナンス入れていただければ、まあ、ホイールを外してですね、まあ、これがちゃんと動いてるかを確認して、最後、給油をして、もう一回戻すという作業をさせていただいてますので、ぜひね、ちょっとね、ホイールちょっと一回見てもらえますかとかね、言っていただければね、こちらので点検させていただきます。まあ、点検項目にありますので、こちらはね、はい。その時に点検できます。なので、これに関しては、ちょっとね、ちょっとさっき言ったように、異音がするな、とかね、
そういう風にね、なった時はね、ぜひね、ちょっとね、連絡ください。こちらの方に。サイクルが固着して動かなくなってしまうなんてこともありますので、ね、ちょっとこれ、危険なものになってしまう時もありますので、ちょっとそういう時はね、連絡ください。はい。ということでね、二つ目、ホイールベアリングですね。はい。こちら紹介させていただきます。三つ目はね、ブレーキスイッチということで、こちらですね。はい。この中に入ってます。で、こちらもですね、ちょっと見えないんですけども、今ちょっと説明します。どういったものが入ってるかというと、こういうものですね。これが入ってます。はい。で、クラッチスイッチとすごく似てて、やっぱり同じようにこうやって押すわけですよね。こうやってね。はい。で、これがね、入ってて、じゃどういう風になってしまうのってことなんですけども、じゃあこれがね、壊れるとブレーキが効かなくなるかって、そういうことではないんですよ。スイッチですから、これと連動してるのが、これブレーキランプです。このテールランプですね。こちらの方ですね。はい。これがね、もうね、常につきっぱなしになっちゃうんですよね。常につかないじゃなくて、常につきっぱなしになっちゃうんですよ。もうずーっとビカーって光っちゃうね。もう四六時中ビカーって光っちゃうんですよ。だから、後ろにいる人なんかは、あの人ずっとなんかね、ブレーキかけてるけど大丈夫かななんかね。ちょっとやっぱ恥ずかしいんですよね、これ。つけっぱなしになっちゃうんで、これ壊れちゃうと。もうずーっと常につけっぱなしですからね。じゃあね、なんでね、やっぱりこれがね、この見えないところが壊れるのかっていうと、やっぱり同じように、クラッチと同じように、やっぱり何回も握りますよね。はい、ここね。これ何回も何回も握ってると、やっぱり摩耗して壊れてしまうわけですよ。やっぱりさっき言って距離に乗ってる人なんかはもう何万回握ってればやっぱり壊れてしまうんですね。あとさっきも言ったよね、これレバー自分で変えちゃう人ですよ。あなたそうですよね、もうね。クラッチだけ変えましたってことはないですよね。ブレーキもやっぱり両方変えますよね。その時にこれね、やっぱりガリッとね、もうぶっかりちゃうね、これね、これ壊しちゃうわけですね。そうするともう、さっき言ったようにもう常にビカーって光っちゃうんですね。はい。もう恥ずかしいですからね、これやめてくださいね。はい。ということでね、3つ目ね、このブレーキスイッチ、はい、こちらを壊してしまうというのをね、お伝えさせてきました。はい。ということでね、今ね、ご紹介したね、3つをね、挙げさせていただいたんですけども、例えばこういうスイッチですとかっていうのは、確かにね、壊れてしまった状態でも乗ることはできるんですよ。ただ、それをそのまま放置するのではなく、必ずやっぱ直してください。はい。で、販売店の方に持ってきていただいて、これ直してくださいね。はい。じゃないと、やっぱり、壊れたままですと、さっき言ったようにずっとつきっぱなしになってればね、玉切れちゃったりとかしますので、常にやっぱりこれはね、直していただければと思います。それでね、楽しいハーレーライフね、送っていただければと思いますので、今日はね、そういうことで、ハーレーで壊れやすいところベスト3ということで、お伝えさせていただきました。ありがとうございました。はい、今日僕が着ているのは、こちらですね、ランボじゃないよ、草むらの中でね、これ、そういうわけじゃないんですけどね。はい、こちらのシャツになっております。こんな感じでーす。またお問い合わせお待ちしております。コメントよろしくお願いしますね。はい。また待ってますんでね。はい。何でもコメントしてください。またそれについてはね、動画も撮っていきたいと思いますね。ありがとうございました。